はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。 This is the police 18日目ですね、続きをプレイしていきたいと思います。まずはじゃあいつもの通り長官からチェックしていきましょう。聖ヨハネ病院院長、中傷行為で告発される。マフィア元メンバー汚職にまみれた死の状況を嘆く。で、最後市長自分で話したいと広報担当課の問いを拒否ということで、三子三様ですね。さあ早速仕事に、じゃあ今日も元気に出勤しましょう。アームストロングは今日欠勤か。無断欠勤だな。パーシーは今日欠勤。パーシーも無断欠勤だな。まあいいだろう。パーシーに関してはね、正直いてもいなくてもいいような存在なんで。ただ絶対に解雇できないですからね。3人増やす代わりに1人はこのパーシーを絶対雇って、かつ解雇しないっていう条件でね、雇いましたからね。じゃあ、そうか、村田さん死んじゃいましたもんね。で、今度は視察ペナルティか。視察によって数々の違反行為が確認された。これが署の仕事効率に影響を与えていることは間違いない。よってペナルティとして銀行口座にある資金の 25% を没収。マジか。なかなかだな、 25% を強制没収するって。で、これは半分を女性職員にしろってやつね。これはもう無理だよ。で、レイプ事件ですね。ベーカリー・ジム・バトン、2人のホームレスの男が闇夜に紛れてパン屋に忍び込み、店内でたらふ食べた後眠りに落ちた。翌朝、パン屋の店長であるグレゴリー・マルチネスがレジ係のアンナ・ルーカスと出勤して店内に入ると、店内が荒らされていることに気がついた。邪魔が入って怒ったホームレスたちは刃物を手にして彼らに襲いかかった。店長は逃げて無事だが、レジ係のアンナは人質に取られて服を切り裂かれてしまった。まだこれレイプされたわけじゃないですね、まあ、とはいえ凶悪事件に変わりはないんで、ヤンシーに、ダメ書院4人を送り込みましょう。小泉とコチは一人でもしっかり事件を解決に導けるだけの力はあるはずですからね。さて、サンド絡みですね。例の馬の事件後、俺たちは密かにサンド氏の客を地元のホテルに移送し、ドアの外に護衛を配置した。すると突然部屋の中から叫び声が聞こえて、浴室から水が溢れて出てきた。これからドアをぶち破るが、警察もいてくれた方がいいと。じゃあ浅野を送りましょう。正直ね、そのサンド系には能力の低い警官を送って、事件解決に優秀な警官を温存しておいた方がいいですからね。続いては喧騒騒ぎか。カフェブリッツ、2人のトラックドライバーがレストラン近くの駐車スペースをめぐって言い争い。料理人が2人を引き離そうとしたが強烈なパンチを食らったということですね。あと26秒あるんだったら、署員の期間をちょっと待ってからもうちょっと人員を多く派遣しましょう。先に聖ヨハネ病院の方か。じゃあこれはアームストロング今日いないんで、ウォルムスリーに任せるしかないな。で、喧嘩騒ぎのところには、そうだな、小泉、いやー、ヤンシーと、あとは椿、プライス、ジュリアノを出しましょう。
今日も平和に時間が過ぎてくれればいいんですけどね。視察が終了した視察団から署から去っていくと、まあ給料のというか口座にある金の 25% 没収されましたからね。こっちはカフェブリッツの方はトラックドライバー同士の喧嘩の方ですね。きっちり肩がつきましたというところですね。でこっちは窃盗事件ですね。ここも写真が集まってから捜査をしましょう。でドーナツショップの方ではジャック、私のドーナツショップのスタッフがインフルエンザで全滅なの。手伝ってくれ。これか、手伝ってくれってか。あなたの部下を2人ほど派遣。ドーナツをあげるのは楽しい、簡単だし、ちゃんと教えるから大丈夫。正直店の経営状態があんまり良くないの。1日だって休業してる余裕はないわということですね。これ踊る大捜査線でもなんかこういうのありましたよね。唐揚げ屋さんをその小田裕二と恩田すみれちゃんがやっていたっていうのありましたけどね。じゃあここは浅野とゲランを出しましょう。50万ドルなんて絶対手に入んないな、このままだと。どっかでね、ドーンと大きいお金が入ってこないと。で、サンドからまたヘルプ要請か。公演を頼む。ギャングたちがポーカーゲームに乱入。奴らに金を奪い取られるわけにはいかない。警官を厳罰によこしてくれれば、状況はこちらに有利になると。うん。ここはじゃあプライスとジュリアーノでいいだろう。所長、一日ドーナツを揚げ続けるっていうのはかなりの重労働でしたよ。うん、まあ油とかも跳ねるでしょうしね。公然わいせつ。ラストピクチャーシネマ。ロウ・アバイディック・マックス3というスリラー映画の特別上映中に観客の一人がズボンを脱いだのを劇場の従業員が目撃。従業員の視線に気づいた男はここにいる観客全員の喉を切り裂くと言って脅してきた。ほう、なかなかどうして変態もいるもんだな。男なのか女なのかちょっとね、この外国人の名前だとわからないですよね。女の子だ、女の子っていうかね、20代30代前半ぐらいのね、その女性がズボンを下ろしたっていうんだったら大歓迎なんですけどね。まあ、この流れだときっと男でしょう。さて、公然わいせつの方は映画館はあまり混雑していないと。うん、まあ、静かに男に接近だろう。マッパじゃねえかこいつ。完全にマッパでしたね今。今日は事件が多いですね。破壊行為。匿名希望の男性から10代の若者グループから名前をからかわれ、幅6フィートのガレージに屈辱的な言葉で落書きされたと通報があった。男性は激怒し、同じようなことをまた起こしたら自分の命のため武器を持って応戦すると話している。まあそんな大事じゃなさそうなんで小泉に行かせましょう。で、公式な苦情がまた寄せられてきたと。あなたの深刻な職権乱用を行ったとして罪に問われた。したがって市はあなたの給料 90% カット、さらに警察の人員過剰、あなたの働く職員 50% カットする。マジか、ありえんだろうこれは。90% カット、さらに職員半減。いやー、ありえないな。ありえないよこれは。完全にありえない。信じられないことが起きようとしている。こんな横暴があって許されるんだろうかっていうね。90% カットって、給料ですからね。
そのボーナスじゃないからな、まあ、ボーナス 90% かっても聞いたことはないけど、職権乱用したってどのことを言ってるんだろうな。あれかな、やっぱりアルバイトに行かせたりしたのが良くなかったかな。はい、というわけで、18日目、になりますかね、プレイの方してきました。いかがでしたでしょうか。次回は19日目、続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。